皆さんこんにちは。Do it yourself 自分で作ろうへようこそ。このビデオでは皆さんにとても美味しいディップのレシピをご紹介します。パン、あるいはトルティアチップスなどにこちらのディップをつけて食べてみてください。いろいろなものにつけて食べることができます。今回用意するものは 150g のフレッシュチーズ、ミント、オレンジジュース、容器、そして手動ミキサーです。まずはフレッシュチーズをこちらの容器に加えます。次にミントを加えていきます。こちらはとても新鮮なミントです。あらかじめこちらのミントはしっかり洗っておきました。ミントをこのようにちぎって容器に加えていきます。今回は4枚入れたいと思います。こちらをミキサーを使って混ぜていきます。しっかり混ぜ終わるとこのような感じになります。ミントが細かく刻まれています。それでは次にオレンジジュースを加えます。オレンジジュースの量はだいたい一口ほどで十分です。だいたい大さじ2杯分ぐらいで十分です。あまり入れすぎないように気をつけてください。入れすぎてしまうとディップが液体状になってしまいます。パンなどにつけたいときに上手につけることができません。ジュースを入れたらまたしっかり混ぜます。しっかり混ぜ終わるとこのような感じになります。皆さんのお好みで新鮮なミントを上に乗せてみても綺麗だと思います。あとはこちらのディップを使ってトルティアチップスやパンなどを美味しく食べることができます。皆さんのお好みで少し塩を加えたり砂糖を加えたりしてみてもいいと思います。皆さんのお好みで変えてみてください。試してみて少し自分のディップをこちらからアレンジしてみてください。今回は私の気に入っているレシピをご紹介しました。ぜひ下のコメント欄にこちらのディップを試した方がいらっしゃったら感想などを書いてください。また他のアイデアをお持ちの方がいらっしゃったらぜひ教えてください。今回のアイデアを気に入っていただけたらぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。私たちのチャンネルで他にも美味しいレシピをご紹介しています。ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。